トコブシサルキアラスデバーセカラースパーテックスタは、競技のアワビと同じ軟体動物門副速攻、耳がえかの模色性の巻貝の一種。日本固有和種で、北海道南部、小賀半島以南、九州以北の日本全国の長官帯から水深10メートルぐらいまでの、岩礁船海域に分布し、原木祭の模式産地は長崎。拡張7センチメートル、殻幅5センチメートル、 各孔一。5から2センチメートルに達し、黒アワビ、メガイアワビ、マダカアワビといった競技の大型のアワビの子供に似る。殻の表面は黒みを帯びた褐色で、個体によっては緑褐色の反紋がある。殻の内側は強い真珠光沢を持つ真珠層で覆われる。トコブシの名称は海底の岩に伏したように付着している姿から付けられたと考えられている。 競技のアワビの子供とは、殻の背面に並ぶ穴の状態で識別できる。この穴は、エラ呼吸のために、外灯空に吸い込んだ水や排泄物、卵や精子を放出するためのものであるが、殻の成長に従って、順次形成された穴は古いものから塞がっていき、常に一定の範囲の数の穴が開いている。アワビではこの穴が4から5個なのに対し、 トコブシでは6から8個の穴が開いている。また、アワビでは穴の周囲が富士山の噴火口のように環状に盛り上がっており穴の直径も大きいのに対し、トコブシでは穴の周囲は環状に盛り上がらず、それほど大きくは開かない。元アッシュのフクトコブシ SD レバーセカラーは、インド洋・西太平洋全域の岩礁長艦隊に分布し、模式産地はオーストラリア。日本では、 九州南部以南、奄美群島、沖縄諸島、八丈島に分布する。生殖時期は9から10月で、死有が卵と精子を水中に放出し、体外受精が行われる。台風の通過後4から5日で、違いの着底が確認されていることから、エゾアワビと同様に台風の通過に伴う、死刑の刺激が、放乱放生の刺激となっており、これによって、 陽性の広域への分散が促されている、可能性が示唆されている。受精卵は、約1日で孵化し、トロコフォア陽性となる。トロコフォア陽性はやがてベリジャー幼生に変態し、数日かけて接触を行うことなく卵黄の栄養素だけで、着底可能となるまでに成長する。着底は、無節石灰もなどをターゲットにして起こり、違いに変態する。違いは当初は、 形藻や無物質石灰もの分泌する粘液を食べて成長し、やがて形相そのものを摂取するようになり、最終的には滑走などの海藻を食べるようになる。肉は微味とされ、アワビと同様に食用にされる。塩蒸しや、含めに、缶詰などに調理される。肉が小さいので多くは丸ごとにしめる。乾燥粉末が薬用にされることもある。 殻についたまま塩を振りかけて一つ一つこすり洗い、殻鍋でふかすと肉が離れる。鍋には貝の液が煮汁となって残るから、それをこして醤油と酒かみりんを加え、煮立ったらとろ火にし、肉を入れつくだに風に煮詰めて、引き上げたら仰ぐと光沢が良い。適宜に包丁を入れ、小さいのはそのまま、元の殻をきれいに洗って乾かした中に盛り付け、供する。講習では、 交通が不便であった頃、これを生醤油で煮しめたものを苦いと称して、鶴河から馬の背に揺られて移入されたものを賞味した。炊き込みご飯にしたものは、松茸に似た食味から、海の松茸ご飯とも称される。ご県所、流れ子、流れ飴、穴子など。流れ子や流れめの系統の名称は、石を裏返して隠れているとこぶしおろにすると、 速やかに滑るように逃げ出す様が流れるように見えることから。穴ご系統の名称は殻に穴が開いていることから。ご健女はご家の女の意で平たい貝殻が2枚以外の殻に似ているにもかかわらず、1枚しかないあ様さ夫を失った未亡人に例えたものである。服と拳は八丈島ではあぶきと呼ばれる。ありがとうございます。